親潮は、海上自衛隊の潜水艦。親潮型潜水艦の一番艦。艦名は、親潮から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍のカゲロウ型駆逐艦、親潮海上自衛隊発の国産潜水艦、親潮に続き三代目にあたる。親潮は、 中期防衛力整備計画に基づく平成5年度計画2700トン型潜水艦8105号艦として、川崎重工業神戸工場で1994年1月26日に寄港され、川崎重工業創立100周年記念日である1996年10月15日に浸水、1997年7月10日に行使開始、 1998年3月16日に、収益し、第2潜水隊軍、第2潜水隊に編入され、横須賀に配備された。2006年1月11日から4月10日までの間、ハワイ派遣訓練に参加。2009年1月10日、鹿児島県霧島市にある、海上自衛隊鹿児島市県所、南西 4.6km の沖合にて、 性能試験中、海上自衛官が同乗した漁船第28カメマルと本艦マストが接触した。漁船の船尾の一部が損傷脱落したが、負傷者等はなかった。漁船は海上自衛隊がチャーターし、親潮の性能試験中に多船舶が近づかないように警戒していた。同年12月8日、鹿児島海上保安部が艦長以下3名を、 業務上過失往来危険の疑いで書類送検した。さらに、同年6月17日午後0時15分ごろ、知り合い先東方、約2 8トルの太平洋上で訓練中、経済産業省資源エネルギー庁調査船、資源の栄光する資源探査用、ケーブル10本に接触し環境に絡まっていた1本を、含む6本を切断する事故を起こす。翌年3月9日、 町の海会保安部は艦長を業務上過失往来危険容疑で書類送検した。2015年3月6日、練習潜水艦、冬潮,潮が除籍されたことに伴い、同日付で練習潜水艦に種別変更され、潜水艦隊直轄第一練習潜水隊に編入。定傾向が暮れに転籍。二千十六年三月十九日から四月十七日までの、 アイダ、護衛官、有明、瀬戸、セト、と共に、概要練習公開に参加。4月3日には、南シナ海に面するフィリピンルソン島のスービックアに入港した。ありがとうございます。